堀川亮は、日本の声優、俳優、音響監督、YouTuber。アズリードカンパニー及び、株式会社ジャグラーインターナショナル所属。大阪府平方市出身。青鬼プロダクションに所属していた頃は、堀川亮の芸名で活動していたが、2001年4月3日に、現在の芸名に改名した。インターナショナルメディア学院学院長。 妻は同じく声優の及川瞳。小学校低学年から子役として活動。1967年に国民的ヒーローとして人気を博した時代劇ドラマ、クラマ天狗の主人公の相棒、杉作少年を演じて脚光を浴びる。実力派子役として、京都、渦政などで活躍し、ソローニン月影、兵庫、ソローニン花山大吉。 水戸黄門などに出演した。劇団四季にも所属していた時期がある。1969年のドラマ、何でも引き受け校で四代目三遊亭小演優や中村玉夫とレギュラー出演したことがあった。1984年にテレビアニメ、夢戦士、ウィングマンの主人公、ヒロの健太役で声優デビュー。非常に嬉しいと思ったが、一方で慣れない仕事に対する悩みもあったという。 実際に動画が完成した状態での収録だったが、台本を見ていると絵が動いて、先へ行ってしまい、逆に絵を見ていると手元の台本が見られないことがあり、それにより、ジレンマに陥り、セリフを、ある程度丸暗記して画面のみを見て収録した。同人者プロダクション、青にプロダクションで活動後、アークライツを経て、現在の事務所に所属しその代表取締役となった。現在は、 声優用聖書インターナショナルメディア学院の学院長も務めている。俳優としては高本プロ所属となっている。2020年2月より株式会社ジャグラーインターナショナルに所属。堀越高等学校卒業。独協大学経済学部を中退している。2020年5月、ユーチューバーデビュー。6月には公式ホームページ及び公式ファンクラブを開設した。 声優としての活動開始当初は、セインと、聖夜のアンドロメダ・マドカや、レディレディのアーサーなど、線の細い中性的な役柄を多く演じていたが、ドラゴンボール Z のベジータ・を天気に、剣有伝説刃の鬼丸マル・タや、名探偵、コナンのハットリ・ヘイジなど、ライバル役を演じる機会も多くなった。若手時代、積極的な態度を誤解され、周囲から孤立してしまった時、 佐藤正春と戸谷康二に、これからみんなで飲みに行くから、来るか、と声をかけられ、それをきっかけにみんなと仲良くなれたことを感謝しており、後に佐藤と現場で一緒になった際、あの時は嬉しかったなぁと言ったところ、まだ言ってるのかと現れたという。動画と脚本をチェックしている際、ニュアンスなどを変えた方が良いと判断した部分については、リハーサルで変更するケースが多く、 自分をリラックスさせる意味もあるという。機動戦士ガンダムダブルオースターダストメモリーは思い出深い作品で今も語り継がれるガンダム氏に名前を刻めたことを誇りに思っているという。0083で担当した役の子浦裏については、ひよっこから一人前の戦士へと成長する姿が印象的と語っている。ゴーストスイーパー三上の横島忠夫役は、 一時期シリアスなキャラクターが続き、アドリブを言えずに、フラストレーションが溜まっていたところへ、オファーが舞い込んできたものだった。ちょうど、ギャグものをやりたいと思っていた堀川は、番組プロデューサー関博美の、この役は君にしかできないという言葉にも答える形で、喜んで引き受けたという。久々に、気分の赴むくままに思い切りな演技が可能な。 キャラクターを担当した堀川は、アドリブの多さにおいて堀川以上の認知度を誇る、共演者の千葉茂と共にアドリブを連発していた。また、主役の美神霊子役の鶴博美は、二人のすぐ、後だと吹き出してセリフを言えないことがあったと語っている。また、原作者である椎名隆の結婚式の際、堀川は、鶴と共に司会を担当した。名探偵コナンでは、主人公を、 江戸川コナンのライバルである、ハットリヘイジを演じており、堀川自身は、思い入れのあるキャラクターとして、今後の活躍を期待している。なお、コナンへの初出演は、1996年2月12日放送の、バレンタイン殺人事件であり、堀川は、同エピソードで、被害者の大学生、皆川克彦を演じていた。酒については、25から26歳頃までは、 ゲコだったが、その後上後となり、特に焼酎を好む。健康にも気を使っているが、これは、末長く、種類を楽しめるようにとの思いからだという。特技は、水泳、野球、英会話。太字は、メインキャラクター。映画テレビドラマ人形劇は、インターネット配信。ありがとうございます。